ドジャース、ロッキーズ、20日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平選手が、1番、指名打者で出場し、1点を追う5回の打席で2000連発となる52号逆転ツーランを放った。51盗塁と合わせ52から51。本塁打では両リーグ最多のジャッジ、ヤンキース、に1差に迫った。 大谷は敵地マイアミで行われた前日のマーリンズ戦で自己初となる3本塁打を含む6アンダー &10 打点で自己記録を更新。2盗塁と合わせ51本塁打、51盗塁とし、メジャー史上初の50から50を達成した。20対4で対象した試合で大谷は50から50の他に球団シーズン最多本塁打、球団1試合最多打点。 松井衆が5年にマークした日本選手シーズン最多打点を更新。1年に一郎が達成した56盗塁の日本選手最多記録に5に迫っている。記録ずくめの6打席に自分が一番びっくりしていると話した。試合前の監督会見ではロバーツ監督だ、60対60の質問に対し、もしかしたら彼は狙ってるかもしれない。 そこは誰にもわからないと冗談っぽく言ってから、全く現実的ではない話だが彼なら何でも可能性する。指揮官の言葉が現実のものになろうしている。